皆さんこんにちは、私たちマジカルパンチラインです。沖口優奈です。宇佐美空です。石澤遥香です。山本杏奈です。遠征の思い出をみんなで語っていきたいと思います。イエーイ。で、なんか遥香ちゃんが急にパーッて走ってったと思ったら急に目の前で一緒にやり始めてで、したら私が大阪で食べてた角煮とゴロツヤこの牛これ牛かな。途中から、何々言っちゃけどねってめちゃくちゃCM ごっこみたいにしたりあのお土産で買った九州醤油のたたえポテトとあとじゃがりこをあのどれだけ CM っぽく食べれるかっていう対決をして、それもめちゃくちゃ上手で、そうなの知らんかそうなの後ろからさ、じゃがりこでさ、なんかやってたやってきたんだけど、私たち九州醤油のポテトだから倍返しのじゃがりこの倍の音でガーリあれやってたの？あれやってたんだ。やってて、いや、いいの、そらちゃんがそれ楽しんでるの、いいの、すごいなんか学生の何やってるの？最初に何やってるの？もう20代ももう中盤かかってるよね。何やってるの？子守りの人がいなかったから。なんでなんでなんでそんなじゃん。全然めんどくさいことなかったよ。超楽しかった。私超楽しんでちゃったから。超楽しんでた。私放棄したの。そう、早く放棄しちゃったから。すごいね、だってさ、一泊二日とか結構さ、ハードなスケジュールしてさ、動いてたらさ、帰りの飛行機まで楽しいっていいことだよね。疲れてるのにありがとうございます。ありがとうございます。いいね、楽しいんだよね、でも、まあ、一日の道中にね。しかも特にさ、飛行機ってこの初めてパンチラインでも福岡だけじゃん。そうだね、確かにそうだね。だから余計ね、ワクワク感、遠征感がすごい。確かに、旅行感があってね、楽しかったです。はい、じゃあ次なつぼつというボツという。続いて名古屋岐阜遠征あったかな。オッケー、早っ。早くない？ななちゃんのスカートのおしーちゃんと最悪のものしかない。しかも誰よりも撮ってたたまちゃんそれでは名古屋岐阜遠征の思い出ジュリストン、散歩、優しい世界、サプライズ、増田とギリギリ友達になれない。ちょっと聞いたら、それめっちゃ気になるんだけど、タイトル考えるのうますぎない？やばいよね、全部気になっちゃって。あのね、本当ギリギリなのよこれって。マジバンでさ、手羽先食べに行ったじゃん。あのちょっと特殊な形で座ってて、優奈と玉木が座ってて、で3人がちょっとずれてこっち側に座って食べてたじゃんか。で、真ん中に手羽先が置いてたから届かなかったの、ゆうながさ、手羽先の大皿まで手が、なんか横の玉木に、ごめん玉木、手羽先取ってくんないってお願いしたのよ。そしたら玉木がね、ほんとあの UFO キャッチャーのクレーンみたいな手でこうやって手羽先を支配してゆうなのお皿に入れて、はゆなちゃんと私たちこれってギリギリで友達になれないと思わない？なんかこの取られ方がすごい嫌なんだけど、でも取ってくれる優しさもあるじゃない、うん、ギリギリでガサツさが勝ってギリ友達になれないなって思った。手羽先食べて、何個とかじゃないの？いや何個とかじゃない、しかも2個欲しいって言った時にさ、うん、5個ぐらい確かにそうだったわ。そう、まだこう取ってくれるんだったらいいじゃん。確かにそうだもんね、普通で。普通で大体ね、1本ネイルしてるじゃん、たまに、うん、爪で取るのよ、これもうすごいやろ。でも優しい、うん、優しいってくれてるやつ、優しいってね、友達になれないなっちゃった、友達になれないって思った。なるほど、ね、手羽先で、はい、ガサツ松田のお話で、はい、松田はい、って言ったけど、花ちゃんどうぞって言った。しかもそれ入ったんだったら気になる、気になる。じゃあ考え抜いたのよ、これ一番簡単にした結果、散歩。でもなんか一緒な気がする。そう、うん、あれもすごい。一緒かな。じゃあいいですか。はい、じゃあ大丈夫。分かんないけど。そう、手羽先の、手羽先が急に喋ってた。手羽先食べたじゃないですか。うん、かね、でその後にこうデザートを買いに行ったんですよ。けど、それもう時間的にも周りのお店が全然やってなくて、マップで調べた先が40分ぐらい歩かなきゃいけない。そうなんで、片道20分。片道20分。往復40分。往復40分。でもなんかお腹も苦しかったから、うん、まあなんかちょっと散歩がてら行ってくるわって言ってたの。
でもなんか全然時間も時間だし、全然一人で行く気満々だったの。うん、でもなんか花一緒に行くよって、うんうん、花ちゃんありがとうと思ったら、うんうん、そしたらそらちゃんもたまちゃんもなんか行くよ行くよって言ってくれて、うんうん、一緒に手羽先食べた後に20分歩く、往復40分、往復40分のところをそれを散歩って言ってる。そう、それを散歩って言ってる。そっちで行ってくれて、でその行く途中に、うん、マネージャーさんとゆうなちゃんがスタバに入ってくのを見たの。見た、ね、あったね。その時にスイートミルクコーヒー最近大ハマりしてるの、なんか話になって、うん、でもなんかうちらはその別の場所に向かってたから、うんうん、その時はスルーだったの、うん、飲みたいななんて思いながらもスルーして、うん、20分歩いて、うん、でそれでね、そのデザートがなんかケーキ屋さんだったんだけど、うん、ちょっとお値段が高かったの、うん、まあね、で、うん、ちょっと渋ってたのよ、うん、なんか花がなんか出すよみたいな、うん、なんかみんなで食べようとはしてたんだけど、うんうんうん、でそれで、花ちゃん優しすぎるそう、もうお言葉に甘えちゃって、うん、花ちゃんが半分こしてくれて、うん、優しいね。そう、それでその時花ちゃんと一緒に来て、ね、一緒に2人でいたの。そう、もう全然お店がやってなくて、うん、もうそこしかなかったレベル で、そしたらその間になんかタマちゃんとソラちゃんはなんかトイレ行ってくるとか言って、うん、そう、その間いなくなったんだよね。いないんだけどって言って、うん、まあでもとりあえずうちらもトイレ行きたいからと思ってスタバの前を通ったの、うん、そしたらスタバの中でなんかこうやってカメラをこうやってやってタマちゃんがありがとう、何も崩れてないのに前髪をカメラモードにしてこうやって直してるタマちゃんがいて、うちらここでアピールしたんだよね。めっちゃここにいるよって、ここにいると、分からなくなっちゃったのかなと思って、そう、ね、私が先に歩いてたから、うん、でもそれにしたら優雅にスタバに入ってたからね。そう、それででもアピールしたけど気づかなくって、うん、まあでもまあ後で連絡すればいいかと思って、うんうんうん、まあ、それで戻ってきたの、うん、でそれでなんかさっき2人のことスタバで見たよみたいな、うん、見たよみたいな話になってて、うん、そしたらなんかそらちゃんが急に紙袋をスッて渡してきて、そう、得意げな顔でね、ちょっと待って、得意げな顔してやったら完璧なのにな。そう、それでそのなんかはるかとはなちゃんの分も買ったみたいな、買ったよみたいな、うん、え、ありがとうって、そう、うちらさっき見たんだよね。そう、うんうん、そしたらすごい多分サプライズにしたかったなんだけど、まあ、その時にね、まあ、結構
そのお店がギリギリだったのよ、うん、だからもう2人でガーって走ったか、そしたら後ろから走ってきた男の人がいたのね。で、はるかちゃんって本当に多分すぐ走っちゃうんだと思うんだけど、うん、なんかその男の人の後ろを同じスピードで急に走り始めたの。怖い怖いよね。怖い。はるとね、多分はるかちゃんが2人でいる時ってはるかちゃん走りたくなっちゃうんだと思う。そうなの？福岡でも走ったわ。そう、福岡でも走ってたし。じゃあなんかあのさ、たまにいるじゃん、駅のそばとかに行くとさ、うん、多分電車間に合わない人とかさ、急いでる人ね、みたいな、急に走り出す人、そういう人見ると一緒に走りたくなる。犬じゃん、ほぼほぼ犬じゃん、もうやってること。だからはなちゃんがこうやって隣でこうマップ開きながら、うん、あ、こっちかなって言って横で走ってる人がいたから一緒に走ってた。やめてあげなよ、怖いよ。追いかけた。場所もわかんないから私も走らざるを得ないみたいな。3人で走ってたの。怖いって。3人で走ってた。知らない人の。怖いよ。だから多分遅れを取っちゃったんだよ。そう、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。繋がった。見えてるか。誰だ。やっほー。かおちゃんです。メンバーとの新潟の思い出って何っけ。メンバーは何したっけ。え、あれしかないな。2個目はこちら、タレカツとヘギそばです。はい、これは私は3日目でみんなは2日目か、うん、ネット再会があった日だ。多分みんなはタレカツをねライブの日の夜に食べたんですけど、あ、消しちゃった。まあ私はもう消しちゃった。あのタレカツを食べれてなくて絶対に食べて帰りたいって思ったんですよ。そしたらみんなも食べたいって言ってくれて、でそのネットサイン会が終わった後結構時間があったのでタレカツを食べに行きました。でそのお店は、まあ、私がブログでもね紹介したお店だったんですけど、メンバーと食べたタレカツとヘギそばこちらです。ニャ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 ーン。もうめっちゃ美味しかった。そういつもタレカツ単品とかだったんですけど、なんかちょっとね頼んでいいよみたいな感じだったので、結構みんな頼んだよね。めっちゃ頼んだよ。やばいよね。タレカツとヘギそばのセットを頼んじゃいました。多分ソラちゃんとハルカちゃんはタレカツ単品だったんですけど、あのソラちゃんがね食べるのめちゃくちゃ早くてすごいお腹空いてたんだなって。あとそば茶飲んだんですけど、ソラちゃん飲めんのかなってちょっとね思ったんですけど、なんか結構飲んでた。びっくりした。あとこの日は朝に生放送で新潟のねテレビに出演させていただいて、テッドくん、やっぱ新潟に住んでて結構見てる番組だったのでめちゃくちゃ嬉しかったですねって感じかな。でね、ご飯食べた後外出たんですけどめちゃくちゃ雨降っててびっくりしちゃった。もう本当に晴れ女集団なんだって前日あんな晴れてたのに、うん、もう次の日もう活動が終わった瞬間に雨が降り出して、ほんと天気に恵まれていて、皆さんもね楽しめたようでよかったです。またねあのワンマンライブで新潟行くと思うので、行くと思うとか言っていいのかな、もう絶対するのでその時は遊びに来てください。バイバーイ。バイバーイ。はい、まあそんな感じでね、各地に行かせていただいたんですけれども、まあその各地でねいろんな思い出ができたということで、またねマジパンでいろんなとこに行けるようにね頑張って、こうやって YouTube でもね思い出話持って帰ってこれるようになりたいなと思っておりますので、まあ47都道府県全線を目指してまたまた頑張っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、改めてね皆さんリリーベツアーたくさん来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回は遠征の思い出話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った人はチャンネル登録、コメント、コメントチャンネル共有してね。